静かなる防衛の時間です。開発費見送り予算化できなかった F3 計画は国産戦闘機となり得るのか、 F2 退役後どうなる、日本の技術力は。今 F3戦闘機の計画が閣議決定されました。それに伴い19年予算化、しかし防衛省の考えも未だまとまっていません。 F3を予算化できるのは2020年度だろうと考えます。まず F2 が2030年に退役を迎えます。しかしアップデートして運用はされるでしょう。 F2 問題もありますが、今現在 F15 F2 F35 と導入を決めています。日本の原則として3タイプの戦闘機を装備しなければいけません。ですがF15 かなりの老朽化で未だに飛んでいるのも珍しいほどです。がしかし一番導入されているのは F15 です。F4 のファントム、私は好きなんですが、これは廃止になっています。そこで重要なのは F3 計画、戦闘機計画をどうするか。 X2 シンシン実証実験を行った経緯があります。双発エンジン、強力レーダー、
実証実験済みです。今もなお開発が進められているのが IHI のジェットエンジン、FX9。 この時は FX5、 15トンクラスになる。こちらは5トンクラスでした。3倍の性能アップが見込まれています。次世代エンジン、これは F20 にと同等のエンジンと言われてますし、それよりも上なのではないかという噂もあります。ですがまだ実際に実験したわけではありません。実証実験はまだ済んではいません。日本も問題なのはやはりソフトの面で、第6世代をどこに見据えるかによって方向性が変わってきます。ステルス性はもちろんですが、双発エンジンにするのかシングルエンジンにするのか、それとも F35B みたいにストブル機にするのか、そこも重要になってきます。ストブル機の導入で出雲や加賀の活用方法が変わってきます。やはり時代とともに変わっていくと考えていいでしょう。日本もそれに伴いやはり適用していかなければいけません。なぜかという海が広い、これにつきます。護衛艦だけでなく潜水艦、離島奪還、水陸機動団など総合的な訓練が必要になってきます。もう今現在単独で行うという防衛システムでは太刀打ちできない時代となっています。陸海空が連携、データリンクにより全ての作戦が自動化されていきます。時代は瞬時に行わなければ
任務も今まで通りゆっくり考える時間などない時代へと突入しています。 F3 に求められるものは無人機、ドラグーン、レーダー、マッハ、ステルス、F3 へのやはり期待値は年々高まっていきますが、どれでもやろうとしたらやはり開発費は多くなる。装備、一番の問題はソフトでしょう。技術は日本も最高ですから、このソフトの面が一番つなぎ合わせるという問題で支障が出てくると思われます。今からソフト開発技術者を育てるのも得策かと思われます。今後10年でどれくらいできるか楽しみなところです。今日のご視聴ありがとうございました。よかったら新チャンネル作ったんで、説明欄から登録をお願いします。